電車遅れそうだからチャリ借りてくね。行ってらっしゃい。眠いな。アラジンのように魔法の絨毯に乗って、魔法の絨毯通学してるアラジンもびっくりだわ。チーッス支援症ですか。魔漢子の担当。駅は壊さないでね。どうしたんですか。ピッコロ大魔王と呼べ。あ、ピッコロ大魔王どうしたんですか。定期の更新したいの。区間はどうされますか。地球からナメック星まで。ピッコロ大好きか。ナメック星までは作れませんよって知ってるし、本気で言ってると思ってたの。ウケる。お黙りなさい。じゃあこのまま更新しときます。あざぽよ。黄色線の内側にお下がりください。あ、前出過ぎちゃった。出過ぎだよ。危ないですよ。天路に足怪我した猫ちゃんがいたから助けてあげたの。無事でよかったにゃ。悪い人かいい人か分かんねえな。食欲の秋。スポーツの秋。アンジェラ秋。最後ちげえだろ。スポーツの秋ということで体力テストを始めます。淡々と行くな。まず 50m 走から行きます。よーどっちゃー。ああ、チーズ。胸を8秒5、五十嵐6秒3、タクポヨ4秒ジャスト。世界記録じゃねえか。ボルトも腰抜かすぞ。次は握力か。うん、55キロか。粉になっちゃった。こーわ。最後はシャトルランナー。もうダメだ。胸を。今負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は、アンジェラの秋だ。なんか五十嵐滑ってない？俺の走るとこ凍りつくみてえだ。エルサか。コツジって申しますか。エルサショットラン。じゃあもう時間がないので、文化祭の出し物は雑巾絞り体験でいいですか。いいわけねえだろ。誰が来んだよ。じゃあ他に案を出してください。お化け屋敷とか。ベタすぎるだろ。メイド喫茶とか。めんどくさいよ。喧嘩自慢でよくない。決定。待て待て待て。ブレイキングダウンで流行ってるけど、さすがに学校ではやらねえだろ。一回100円で私に勝ったら100万円とかにしたら。お前がやられたら100万円どうすんだよ。その辺のやつに負けるわけねえだろ。今までどんなやつと戦ってきたと思ってんだよ。こっちは背負ってるもんがちげえんだよ。うん、ここはスルーしとこ。それか、一番誰がコンクリぶっ壊せるかやる。一個もぶっ壊せねえよ。現実的なの頼むよ。じゃあひろゆきさん呼んできて、ディベート対決とかは。誰が勝てんだよ。高校生であの人に勝てる人いねえよ。ならあれやるしかねえだろ。何パンケーキ屋さん。いいとも。おい、このままだと今年もクリマッチ確定じゃねえか。このままモッチが続くようだったら、いっそのこと俺をディズニーに連れてってくれ。もっと虚しくなるぞ。そんなにモテたいなら今の女子の流行りを知らないとだな。お前は知ってんのかよ。知るか。だから女子に聞きに行くんだよ。お、ありのままの姿見せるのよ。あ、絶対流行り知ってそうな人がいる。どこがだよ。アナ雪流行ったのだいぶ前だぞ。タクポヨちゃん、今時の女子の流行りを教えてくれない。任せて。まず流行ってる音楽は博士太郎とか関口メンディーかな。なんか髪型特徴的な二人だな。 K-POP ってやつ聞いたことねえわ。韓国アイドルとかの K-POP じゃなくて。あとやっぱり好きなのは関西弁で話すドラえもんのカンドラ。違和感だわ。韓国ドラマだろ。そんなドラえもん見たことねえわ。のび太くんのやつまたジャイアンにいじめられとるやないかい。勝手にやんな。で他には。あとどっかの国の料理を勘で作って食べる韓国料理とか。誰が食べてんだよ。勘で作れるほど甘くねえわ。じゃあ勘で作った料理を気になる女の子にあげたらいいんだ。そんなわけねえだろ。最後に特別に流行ってる言葉を教えてあげる。何。耐えるか。お前ら目をつぶれ。何事だ。ペータ、このクラスの給食費が誰かに盗まれた。え、先生怒らんから正直に手を挙げろ。もうブチ切れてんじゃねえか。俺が心から愛してやまないこのクラスにそんなやついるわけないよな。はーい、いたー。犯人見つかるの早っ。学校よ、お前がやったのか。ちげえよ。質問なんだけど、給食費ないとどうなんの。紛らわしいな。でも犯人じゃなくてよかった。見つかなかった場合このクラスだけ給食なしだ。それは鼻炎超えて中耳炎。どういうことだよ。とにかくみんな目をつぶれ。いつでも始めてください。準備良すぎだろ。やること知ってたんか。これで目開かねえぞ。体張りすぎだよ。じゃあ犯人は正直に手を挙げろ。俺のクラスにそんなやついるわけないよな。眠くなってきちゃったな。クソったれが、レモンが目にしみるぜ。一体誰が。
はい。お前かよ。なんてことだ。夏休みが終わってしまい、もう何の楽しみもないじゃないか。いっそのこと、俺を殺してくれ。言い過ぎだよバカ。9月だってきっと楽しいことあるよ。私すっごく優しいからさ、殺してあげよっか。怖えよ。さすがにあいつも冗談で言ってるから。お願いします。早まるなバカ。2学期早々何やってんだよ。はい、席につけ。早速だが席替えをするぞ。チート。お前ら単純だな。ようやく先生の隣というプレッシャーから崩壊される。解放な。私絶対眠くなるからさ、ベッドのある席がいい。そんな席ねえよ。西川はどこがいいの？俺はそうだな、いつも面倒はかかるけど、なんだかんだ一緒にいて楽しい宗男の隣かな。寝てんじゃねえよ。じゃあ9時引きに行くです。引きに行くですみたいに言うな。どこになるかな。俺ここでーす。先生の席じゃねえか。そこも番号に入れちゃっていいのかよ。あたしここねー。なんでベッドあんだよ。じゃあ俺の席は？いつでもうんちし放題。できるか。頑張れ日本。よく見えるな。いや見てんじゃねえよ。ああラグビー見てたから気になっちまってな。自分のスマホで見たら？ガラケーだから見れんのよ。じゃあ家帰ってみ見たら？それじゃ終わっちまうだろ。とにかく人のスマホ見んな。お客様何事ですか？このネクタイの位置おかしい人がスマホ見てくるの。お客様スマホは個人のものです。覗き込むのは迷惑行為になりますのでおやめください。じゃあラグビーはどこで見たらいいのよ。急いで書いて録画でも見たらいいじゃないですか。まったく。わっトライ決めた。何？いや見てんじゃねえよ。じゃあ小テストは人から帰っていいぞ。終わりました。終わりました。私もタクボよ待て。なんなの？適当に埋めたらいいってもんじゃないぞ。適当じゃねえし。じゃあなんだこれは。トンチ、太陽の表面温度は何度か？絶対0度。地球凍っちまうわ。あと問いに、太陽は東から昇って水風呂に沈む。サウナか。あと問いさん、火星木星土星、次に来るのは横浜流星。なわけねえだろ。全問正解するまで居残りだ。あ、もう終電来るから帰る。おいタクボよ逃げるな。乗せて。待ってましたよ。お帰りなさい。タダポよ。何なの急に呼び出して。卒業前に二人で話したいなって思って。何それ草。来週さご飯行かない？おいちょっと待てよ。え、俺の女誘ってんじゃねえ。ちょっといがらし。別にご飯ぐらいいいだろ。てめえ舐めてんのか。うるせえんだよ。かかってこいよこら。ちょっと二人とも。ハッピーバースデーぽよちゃん。え、誕生日おめでとう。は、ドッキリでした。なんだよ、もう喧嘩終わりかよ。え、やるなら死ぬまで喧嘩しろよ、この根性なしが。あ、祝ってやったんだぞ、喜べや。は、誰も頼んでねえし。うぜんだよ。てめえふざけんじゃねえぞ。ちょっと二人ともやめてよ。ハッピーバースデームネオ。え、ドッキリ大成功。やりつよ。わあ、カモメだ。やっと見れてよかったね。すごいすごい。いってー。ああ、兄貴が怪我しちゃったよ。あ、すいません。ごめんなさい。ごめんで済んだら警察いらんわ。金だよね。いや、そんな。お母さんの息子さんがぶつかってきたんだから責任取らねえとな。新幹線乗るお金があるなら払えるよな。わかりました。いくらですか？全部で。てめえらだっせえな。え、なんだてめえ。お母さん、こんな奴らに払う必要ないっすよ。てめえ調子乗ってんじゃねえぞ。おい、人たちが。何やってんだ。やべ、逃げるぞ。また来るからな。お兄ちゃん、しっかりして。お姉ちゃん。バカだな、今のお前じゃ勝てねえよ。教えてくれよ。強くなりてんだよ。明日から特訓な。はっはっ。はい、終電まで繰り返すよ。こんなんで強くなんのかよ。はっ。何事も基礎が全てなの。黙ってやれ。ホームで何やってんだ。はっはっ。はい、一回一回集中して。僕にも教えて。え、ママを守るのは僕だ。男じゃん。はっはっはっ。何事だ。マジであいつ雑魚だったな。俺らに怖いもんねえよ。おい、あれ
前ボッコボコにしてやったクソザコとクソガキじゃねえか。慰謝料払いに来たか。いやだね、僕もママも謝ったもん。だから前も言ったよな、ごめんで済んだら警察いらねえって。つまんな。あ？クソつまんねえなお前ら。てめえぶっ殺すぞ。おい、この女がどうなってもいいのか。やめてください。やめろ。はぁ、え、強すぎる。俺たちは誰かを守るために強くなる。すいません、金さん、どうされましたか。ギャル山駅へ行きたいんですけど。テスト0番線ですね。生きて帰ってきてくださいね。行ってきます。怖すぎんだろ。パクポヨちゃん、お便り持ってきたよ。もう普通に恐竜いいんじゃん。アサポヨ、ちょっと寝違えちゃって。寝違えたレベルじゃねえだろ。早く元気になってね。うん。あ、ママチーズ。いつも娘がお世話になってまーす。相変わらず癖ありすぎんだろ。せっかくだしご飯食べていきな。いただきます。ちょっとは遠慮しろよ。じゃ、獲物取ってくるわね。獲物？チーズ。遅延症ですか。20分のちょうだい。どうぞ。あざこよ。緊張する。赤点はないはずだ。じゃあ点数を言うので、自分のだと思ったら取りに来てください。なんだよそのシステム。はい、12点。はい、自信満々に行くなよ。87点。俺かな。お前じゃない。これ恥ずかしすぎんだろ。はい、100点。私のでしょ。そうだけど遅刻が多いから0点だ。だる。ギャル強。チーズ。今日は朝早いね。生き物係だから餌やりでね。ご苦労様。イバイバー。よし、カモの餌やり完了。そういえば今日から新しい動物が来たらしいな。確かタクポヨちゃんが担当だったよな。見に行こうぜ。よく噛んで食べろよ。タクポヨちゃん、新しい動物って。トラポヨだよ。かわちいでしょ。怖すぎるわ。どこから連れてきたんだよ。なんかうちの前にいたから連れてきた。どんなとこ住んでんだよ。トリマカモと一緒の小屋でいい。ダメに決まってんだろ。やばい、電車遅れる。ポヨちゃん、荷物持つぜ。さすが、かっこいい。楽勝だぜ。ご了承ありがとうございます。おれ。おい、あれ、お客様は拝見しますね。カエル化現象来た。え、自動改札で引っかかるなんてマジカエルかじゃん。なんだよそれ。せっかく荷物持ってくれて行けてたのにマジなえる。そんなの仕方ねえだろ。はい、それもカエルか現象。は？ストローは口で探すの冷めるわ。ギャル子は？やばい、二度寝したせいで遅れそう。マジで榊原うぜえよな。今度あいつのカバン隠してやろうぜ。てか今からやりに行こうぜ。いいね。すみません、そこ開けてもらってもいいですか。なんだてめえ、五十嵐にどけっつってんのか。いい度胸してんな姉ちゃん。いや、そこ通りたいだけです。他んとこ通ればいいだろ。てか何持ってんだよ。やめてください。はぁ、こんなもんこうしてやるよ。コンパクトになってよかったな。めんどくせえから行くぞ。あ、お姉ちゃん大丈夫？なんか白杖が壊れちゃって、うん、大丈夫ですか？予備が家にあるんで平気です。ホームまでご案内しますね。ありがとうございます。おい、これ、はい、お前のハンカチだろ。あ、ありがとうございます。じゃあ行きましょう。はい、今日は白杖について学んでいきます。ん？つまんねえな、サボろうぜ。行こう行こう。白杖とは、目が見えない人や弱視者といって目が見えにくい人が使用するもので。おい、ガラシ行こうぜ。ああ、先行ってて。らしくねえな。使用してる人にとっては命の次に大事なものです。そうだったのか。お腹空いたなあ。あ、この前の。ん？よいしょ。何やってるのよあんた。あ、私のカバン盗もうとしたわよね。いや、してねえよ。ちょっと誰か警察を呼んでちょうだい。ちょっと待てよ。何事ですか。このチンピラが私のカバンを盗もうとしたのよ。本当ですか。ちげえっつってんだろ。こんな見た目のやつ泥棒に違いないじゃない。お兄ちゃん、事務室まで来てもらおうか。ふざけんな。ちょっといいですか。はい。え、その人の話聞いてあげてください。そいつは盗もうとした犯罪者よ。私は小3の時から視力がだんだん落ちてきて、今はほとんど見えてません。え、やっぱりか。
見えないからって何なのよ。こいつはね、私のカバンを盗もうとしたのよ。だからそうじゃねえって。人を見た目だけで判断してませんか？人は見えるもので何でも決めすぎです。着ている服や髪型だけでその人のことを分かった気になってませんか？そんなことないわよ。私から見たその人はそんな悪い人には見えません。お兄ちゃん、なんで人のカバンを触ったんですか？カバンで遮ってたんだよ、点字ブロックを。悪情のやつがつまずいたら危ねえと思ってよ。そうだったんですね。チューン。ありがとう、五十嵐君。なんで名前を？声聞いたらすぐ分かったの、前にぶつかった人だって。こないだは俺のダチがごめんなさい。金はバイトして返すから。そんなのいいよ、その代わりホームまで案内して。おう。黄色い点字ブロックが内側にお下がりください。じゃあ今日はマックにしよう。いいけど、この前も食わなかったか？美味しいからいいじゃん。あ、ちょっと段差あるぞ。うん。おい、隣にいるやつは誰だ？お父さん？あ、五十嵐って言います。なんだそのだらしない髪は。服装もチャラチャラしやがって。うちの娘に触るな。お父さんやめて、五十嵐はいい人だよ。ふざけるな。障害を持ったこの子をこんなやつに任せられるか。お父さん、俺もっと頑張ってタクポヨにふさわしい男になるんで。気安くお父さんと呼ぶなクソガキが。タクポヨ非常。五十嵐、タクポヨ？イガラシ？目が覚めたの？大丈夫？タクポヨ。え？好きです。ありがとう。私、表情や仕草がわからないから、言葉で言ってもらえると、すっごく嬉しい。治ったら、マック行こうな。うん。じゃあ、小テスト終わった人から帰っていいぞ。終わりました。終わりました。私も。タクポヨ待て。なんなの？適当に埋めたらいいってもんじゃないぞ。適当じゃねえし。じゃあなんだこれは。トッチ、太陽の表面温度は何度か？絶対零度。地球凍っちまうわ。あと問いに、太陽は東から昇って水風呂に沈む。サウナか。あと問いさん、火星木星土星、次に来るのは横浜流星。なわけねえだろ。全問正解するまで居残りだ。あ、もう終電来るから帰る。おい、タクポヨ逃げるな。乗せて。待ってましたよ、お帰りなさい。タダポヨ。お残しは許しまへんで。じゃあ少なめで。はーい。俺は力士じゃねえぞ。こんなに食えねえよ。ちゃんと食べねえと大関になれねえぞ。だから力士じゃねえって。まったく。はいよ。具なしじゃねえか。ちゃんと混ぜてからよそって。贅沢は敵だ。今この瞬間、腹いっぱい飯食えることに感謝しろ。はい。牛乳欲しいですか？うん、一本もらおうかな。どうぞ、たくさん飲んでください。一頭はいらねえよ。飲みきれるわけねえだろ。一人一頭じゃないんですか？給食費いくらあっても足りねえよ。まったく、このクラスはどうなってんだよ。じゃあ席について食べるぞ。榊原先生、みんなにいじめられてませんか？何がだ、今日の給食もうまそうじゃねえか。うまそう。来週から教習所だな。免許どっちにすんの？今の時代はクラッチのない自動変速機付き自動車で十分だよな。オートマって言え。俺は峠道をかっこよく走りてえから、ミッションにするぜ。何飲んの？ハスラー。オートマでいいだろ。チーズ。なんでもう乗ってんだよ。この辺私ん家の敷地だから。嘘つけ、学校だぞここ。私ね、本当はみんなと一緒に免許合宿とか行きたかったのにね、免許取れないんだって。え、なんで？免停食らった。免許持ってたのかよ。何違反したんだよ。車改造したの、マニターみたいに。その技術がすげえよ。トヨタ入ったら？みんなはどこで免許取んの？俺は冬の長野。雪道怖えぞ。俺はアフリカのジャングル。教習所ねえだろ、いろんな猛獣に邪魔されるぞ。私が行ってた教習所紹介しよっか。どこ行ってたの？アバシリ。刑務所じゃないよね。パンケーキ屋さんオープン。お客さん来づらいって。あれ、タクポヨ、パンケーキミックス買ってきた？買ってきたよ。何それ？パンケーキダックス。なんだそれ、勝手に新しい犬種作んな。仕方ねえ、それで作るしかねえか。やめてあげて。俺買ってくるから。よし、先生が最初の客だ。あ、バラッチは蜂蜜取ってきて。はいよ。聞き分けいいな。先生のプライドねえのか。接客は俺に任せろ。なんだよその格好。お化け屋敷パンケーキ屋さんにしちゃおうぜ。詰め込みすぎだよ。仮面取りな。うー、はちみつ取ってきたぞ。めっちゃ刺されてんじゃん。バラッチャーだぽよ。みんな売りまくるよ。今日の売り上げは
2億だ。店出そうぜ。このクラスの合唱の課題曲は、夜遊びのアイドルでいいですか？むずすぎんだろ。ノーマルでも歌えねえのに。この曲は混声8部合唱です。パート分けすぎだろ。じゃあカントリーロードでよくない？あ、定番だしね。ちょうど1年前に。高橋ジョージのロードだよ、それ。なんでもいいけど、明日本番だから頑張ろうぜ。もう間に合わねえよ。カントリーロード、この道。一国道の歌い方すな。ずっと行けば息継ぎクロールみてえだな。あの街に続いてる気がする。めっちゃ感情こもってる。カントリーロード金賞は3年 P 組です。イエーイ。やるときゃやるな。